心理現象の雑学。青い光は犯罪抑制効果があります。イギリスで犯罪発生率が高い地域で街灯をオレンジから青色に変えたところ、犯罪発生率が激減しました。青い光には人間を落ち着かせる効果があり、心拍数、血圧をわずかではあるが下げる効果があります。日本でも奈良市の住宅街で青い街灯が導入され、犯罪発生率がゼロになったそうです。この結果、犯罪抑制や自殺予防のために青い街灯が全国的に使われるようになりました。何かに集中して疲れない状態を疲労感のマスキングと言います。楽しいと感じることで脳が疲労を一時的に麻痺させてくれます。いくらでも好きなことを続けられるのはこのためなんです。達成感を感じることでもこの状態に陥ってしまいます。ブラック企業はこの疲労感のマスキングをうまく使い、労働者に過剰な労働を達成感という報酬を演出することで可能にしています。疲労は蓄積され、次第に思考力も奪うことができるので、ブラック企業にとっては一石二鳥なのです。携帯やスマホが鳴ったと勘違いする現象、ファントムバイブレーションシンドロームと言います。携帯やスマホを長時間使用していると起こる現象です。詳しい原因は未だ分かってはいません。視線の動きで嘘を見抜く。人は実際の経験を思い出そうとしているときに、無意識に左上に視線が動きます。逆に頭の中で考え、想像しようとしていると、右上に視線が動きます。つまり、嘘を考えて話すときに、無意識に視線を右上に動かしてしまうということなのです。不意にアナログ時計を見て1秒以上秒針が止まって見える現象をクロノステイシスと言います。アナログ時計の秒針の動きが最初の1秒間が次の1秒間より長く見えます。脳の処理によって実際に見ていた時間よりも長く感じる錯覚です。この錯覚の名前はクロノステイシスです。黒板を引っかく音。黒板を引っかく音は誰もが不快に感じます。それには理由があります。黒板を引っかく猿が危険を知らせる声に似ているため、不快に感じるという説があります。人が不快に感じるのは2000から4000ヘルツの周波数帯です。黒板を引っかくとちょうどこの音域の音が出ます。この音域は
人が会話で使う音域のちょうど中間で敏感に聞こえてしまう音域でもあります。猿が危険を仲間に知らせる時の音に似ています。この説は推測で、詳しくは分かってはおりません。本屋さんに行った時にトイレに行きたくなる現象を青木まりこ現象と言います。条件反射、インクの匂い、リラックスするためなどのさまざまな状況によって引き起こされます。実際にはなぜこのような現象が起こるのかは原因は分かっていません。年を取ると時の流れが早く感じる現象をジャネーの法則と言います。大人になると子供の頃と比べて時間が経つのが早いと感じることがあると思います。これはジャネーの法則と呼ばれています。19世紀フランスの哲学者ポール・ジャネが発案した法則です。生きてきた年数が長いほど1年の相対的な長さが小さくなるので、時間が早く感じるということです。例えば10歳の子供にとって1年は10分の1ですが、50歳の人にとって1年は50分の1の時間になり、時間の体感が年齢によって変わってきます。他にも時間の流れを早く感じる理由として、毎日同じことを繰り返すようになり、新鮮味がなくなってしまうことも原因の一つです。20歳になると体感的には人生の半分を経験したことになります。腹が立つことがあったときは、ホラー映画を見るといいんです。怒りと恐怖は脳の中ではほぼ同じ扱いなので、怒りが恐怖に上書きされます。何か腹が立つことがあっても怖い思いをすると怒りを忘れて気にならなくなっていきます。やるなと言われるとやりたくなる心理現象をカリギュラ効果と言います。人は禁止されているものほどやりたくなります。それは自分の行動を妨害されたりしてストレスを感じると、それを克服するために余計に強い欲求が生まれるためです。マーケティングにも使われており、例えば心臓の悪い人は見ないでください、モザイクをあえてつける等です。禁止をされますと余計に見たくなってしまうんです。科学の雑学です。暗いところで静電気を起こし発光させることを摩擦ルミネッセンスと呼びます。部屋を暗くして軽く密着させたガムテープを勢いよく引き剥がすと青く発光します。冬場にセーターを脱いだ時にも現れる現象です。
静電気の電力。静電気は物同士が接触した際に溜まっていた電力のバランスが崩れることで発生します。冬場など湿度が少ないと電力を貯めやすい状況になります。静電気はだいたい 1.5 ボルトの電気が放電されます。乾電池4000個分ですが、流れるのは一瞬なので体に害はありません。コンセントの2つ穴は大きさが違います。コンセントの穴を観察してみると、実は微妙に大きさが違います。実は大きい方がアースにつながっており、漏電や感電を防いでいます。電気椅子の発明者は歯科医。1881年に歯科医のアルフレッド・サウスウィックが発案した当時絞首刑の廃止論が出ており、電気処刑を許可する法律が1889年に施行されました。1890年8月6日にニューヨーク州のオーバン刑務所で初めての電気椅子による処刑が行われました。最初の処刑は電力が弱く死にきれず、体が焦げながらも生きており、何度も電流を流され悲惨な状態だったそうです。アルミを噛むと電流が流れる現象、ガルバーニ電流と呼ばれ、唾液と金属が接触したときに微量の電流が流れます。1771年にイタリアの医師ルイージ・ガルバーニによって発見されました。アルミはすでに、金属の中でもアルミは錆びにくいと思われていますが、実はすでに錆びているんです。1円玉を見てみるとすでに錆びており、酸化皮膜が貼られている状態です。アルミは錆びやすい金属ですが、この膜ができることで内部まで錆が侵食することがありません。一円玉が水に浮く理由とは、一円玉を水の上に置くと浮かびます。一円玉の原料であるアルミの比重は 2.6 で、水より重たく普通であれば沈んでしまいます。しかし一円玉は面が広く浮力を得やすいことや、水の表面張力によって浮かぶことができます。実際に一円玉を縦に置いたり少し粗く置くと沈んでしまいます。太陽電池の構造です。光を当てるだけで電力を発生する太陽電池ですが、どのように発電しているのか不思議です。原子力や火力発電は熱によって水を温め、タービンを回転させるという原始的な方法で発電をしています。太陽光の場合はソーラーパネルには半導体が使われています。半導体は光を当てるとマイナスとプラスの電気を
分けて蓄えます。プラス極とマイナス極ができるので、これをつなぐことで電気を発生させ、発電させています。被爆遺体の処分の方法です。火葬も土葬もすることができないので、3年以上ドライルームで乾燥させて、ぶつ切りにしてコンクリートに混ぜられて、放射能物質として廃棄されます。ドラえもんの動力とは、実はドラえもんの動力は原子炉でした。現代では設定が変更されていますが、食べたものを分子分解してエネルギーとして使う設定でした。ちなみにドラえもんがアニメで放映されると、土足で家に上がっているとは何事だというクレームが入りました。そこでドラえもんは少し浮いているという新しい設定が作られました。ロボット三原則を作ったのはアイザック・アシモフです。1、人に危害を加えない。2、人の命令に従う。3、自分の身を守る。このロボット三原則第0条は、人類に危害を与えてはいけない。危害を受ける危険を見過ごしてはいけないというものです。香水の強烈な匂いの正体とは、香水の強い香りのものには人糞が使われているものがあります。定期的に人糞を提供する人がいます。ちなみにコーヒーの香りを凝縮するとゲロのような香りになってしまいます。史上最悪の悪臭を放つ物質はトリチオアセトン。一滴で200メートル先の建物内にいる人の気分が悪くなるほどです。作り方はアセトンプラス五硫化リンで簡単に作ることができます。1989年にドイツのフライブルクにてこのトリチオアセトンによる事故が発生しました。石鹸工場で香料を作っていたところ、偶然にもトリチオアセトンが生成されてしまいました。工場の作業員は具合が悪くなり、王都周辺にまで被害が広がりました。そしてその工場のある市から、全住人が避難する事態にまでなりました。音速のマッハの由来とは、音速と同じ秒速340メートルの単位をマッハと呼びます。このマッハの由来は、オーストラリアの物理学者エルンスト・マッハから来ています。超音速の実験、物理、科学、哲学等さまざまな分野で素晴らしい成果を残した学者でした。その名前のマッハから名付けられました。観測することができる最低気温とは、それは
-273°C です。それは温度が1度下がるごとに体積が1/273減っていきます。そのためマイナス273°になると体積がゼロになり、測定することができなくなってしまいます。現在、分子、原子が停止する温度-273.16°が絶対零度とされています。現在の化学力で物質を加熱できる最高温度は約5億2000万°です。そこまで加熱すると、すべての物質はプラズマ状態になってしまいます。ちなみに人類が作り出した最高の温度は4兆°です。原子核同士をぶつけて作られるクォーク・グルーオンプラズマによって実現した温度です。なぜサウナでは100°でも火傷をしないのか。100°の熱湯に触れれば火傷をしてしまいますが、サウナの場合は火傷することがありません。それは水と空気では熱の伝わり方が違うからです。水の方が熱がダイレクトに伝わるのに対して、空気は熱が伝わるのに時間がかかります。サウナの場合は汗が直接空気に触れるのを防いで、蒸発することで気化熱が奪われるので100°の高温に耐えることができます。太陽が放出する1秒間のエネルギーは人間が使うエネルギーの90万年分になります。1秒間に太陽から放出されるエネルギーは 3.82×10^26 ジュール。人間60億人が消費するエネルギーは 4.26×10^20 ジュールです。莫大なエネルギーすぎて想像するのは難しいかもしれません。太陽の1秒間はエネルギーを使い切るためには90万年かかることになります。紙を43回折ると月に届く。実際には43回も折ることができる紙は存在しません。伸縮性や強度が必要で、そんな素材はありえません。一般的な紙の厚さ 0.08mm とすると、43回折れば70万 km になりますが、頑張っても一般的なコピー用紙だと6回ぐらいしか折ることができません。無重力でおならをすると、おならをすると重力下では空気の流れがあり、匂いが広がっていきますが、無重力の場合、勝手に空気の流れが生まれることはありません。そのため、おならは塊になって漂うことになります。その塊が鼻が触れるまで匂いに気がつくことはありません。しかも塊になっているので、匂いも
濃縮された強烈なものになります。夏目漱石の脳は、東京大学医学部にエタノールにつけられた状態で保管をされています。夏目漱石が亡くなった翌日に解剖され、そのままエタノール漬けにされています。夏目漱石の脳の重さは 1425g だったそうです。ノーベル賞のメダルを売った人物がいる。 DNA の二重螺旋構造を提唱したジェームス・ワトソンです。晩年経済的理由によりメダルをオークションに出品しました。ロシアのアリシエル・ウスマノフさんは約6億円で落札いたします。落札後、ウスマノフさんからワトソン博士にメダルが返却されています。ウスマノフさんの父は癌で亡くなっており、治療の際ワトソン博士の研究が役立っており、その恩返しということで資金援助をいたしました。IQ が少し低い方が世渡り上手です。IQ95 程度が一番生きていくのに楽なんです。仕事も問題なくこなせ、余計なことは考えず、大多数の人間と会話を成立させることが自然な状態でできます。IQ が高すぎると、余計なことを考えすぎてしまったり、素の状態では大多数との会話が成立しづらくなります。会話が理解できない人間が増えてきてしまいます。大多数と会話をする場合は、意図的に会話のレベルを下げなければならなく、苦労をします。リトマス試験紙の原料、酸性かアルカリ性か色の変化で調べることができるリトマス試験紙の原料に使われているのはリトマス苔と呼ばれる苔です。元は染料として使われていました。色の変化が起こることから実験で使用されるようになり、リトマス紙が発明されました。また、アジサイや紫キャベツも同じ理由で色が変化をしていきます。鉛筆を振ったときに曲がる現象をラバーペンシルイリュージョンと言います。子供の頃よくやった遊びですね。ペットボトルのペットの正式名称はポリエチレンテレフタラートです。ポリエチレンテレフタラートを省略しペット、燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい素材と言われています。瞬間接着剤は戦争によって生まれました。傷口をくっつけるためというのはデマですが、実際は銃に使う高性能レンズを製造する過程で生まれた偶然の産物なんです。
パスタを曲げると必ず3つ以上に割れる現象、分裂の連鎖という現象です。パスタにはしなりがあり、その戻る時の力によって3つ以上に割れてしまいます。ちなみに2006年にこの原理の論文によってオードリーとノイ・キルヒという学者にイブ・ノーベル物理学賞が贈られています。簡単に合鍵を自作する方法。沸点が低い金属ガリウムを使えば簡単に作ることができます。ガリウムの沸点は 29.8 度で、少しの熱で溶け出してしまいます。まず、ろうや粘土で鍵の型を取り、溶かしたガリウムを流し込み、固まれば完成です。鍵の処分をする際も、溶かしてしまえば証拠が残りません。なぜ空は青いのか。それは大気中の分子、埃、塵などは青以外の光の色をよく吸収します。目に届くまでに他の色の色が減少し、青色の波長の光が残るために、人間の目には空が青く見えます。手が油でベトベトになったら、油まみれの手をポリ袋で拭くときれいに取ることができます。ポリ袋はポリエチレンという樹脂から作られており、油とよく似た性質を持っています。そのため油がポリエチレンになじみやすく、きれいに拭き取ることができます。服についたシミは、カレーやケチャップ等でついてしまったシミは落とすのが難しいが、なんと紫外線に当てればいずれ解消され消えてしまいます。お日様に干しておけば時間はかかりますが、いずれは消えていきます。ただ服も紫外線によるダメージを受けます。板ガラスは水中ならハサミで切ることができます。この現象はケモメカニカル現象といいます。ガラスは酸素とシリコンの結びつきによって構成されておりまして、水にはその結びつきを弱める効果があります。そのため水中では結びつきが弱くなり、ハサミでも切ることができるんです。ガラスは固体ではなく液体です。結晶化していない固体であり、粘度が非常に高くなっている液体という捉え方があります。物質には固体、液体、気体の3種類あり、その違いは分子のつながり方です。分子は固体は規則正しく並んでおり、気体は自由に飛び回って、液体は分子がお互いに接しながら動いています。ガラスは構造は
液体であり、粘度が高い液体ということになります。最近の定義では、液体のような性質を持った固体とされています。自然の雑学です。地球で観測された最高気温、最低気温。最高気温は1913年7月10日、アメリカ合衆国カリフォルニア州のデスバーレで 56.7 度を記録されました。最低気温は2010年8月10日に南極の東南極高原でマイナス93.2度が記録されました。気象情報の言葉、猛暑日とは、ニュースでよく猛暑日という言葉が使われますが、しっかりとした定義があります。夏日は25度以上、真夏日は30度以上、猛暑日は35度以上です。熱帯夜は夜間最低気温が25度以上のことを言います。冬日は最低気温が0度未満、真冬日は最高気温が0度未満。昔に比べて夏の気温は大幅に上昇しており、エアコンを使用するように国も指導しています。高齢者が昔の感覚でエアコンを使用せず、熱中症になるケースが増えています。高齢者は温度を感知する機能が衰えており、さらに体内に水分を多く保持しておくことができません。水分、塩分補給、エアコンを使用しましょう。暑さのレベルは昔とはもう違います。地球温暖化の真実。実はミニ氷河期に向かっているんです。2015年にミニ氷河期に入ったとされ、200年から250年ぐらい続くとロシアの科学者が発表しました。地球が寒冷化するという学説は有力だそうです。地球温暖化のため CO2 を減らそうという主張はおかしいことになります。環境汚染を防ごうという主張にしなければなりません。ただ毎年新たな説が発表されて何度も覆っているので、今度は温暖化かもしれません。火山やその他の自然界からの排出される二酸化炭素は全体の排出量の 90% を占めています。人間が CO2 削減をしようとも大した影響はありません。しかも地球は今ミニ氷河期に入っているので、地球温暖化を訴えているが、実際は寒くなっていきます。セントラリアの火災と呼ばれる火災は、
かれこれ40年も燃え続けているんです。アメリカのセントラリアで地下で燃え続けています。鎮火までは100年から200年かかるそうです。消火には莫大なコストがかかり、技術的問題があったため、そのまま消えるまで放置することに決まりました。セントラリアは元は炭田の広がる地域でした。火災の原因はむき出しになっていた炭層に引火して地下の炭鉱にまで燃え広がりました。火災により地表の温度は70度から80度まで上がり、有毒ガスが発生、地下水が冷え上がり、地盤沈下が起きるようになってしまいました。住民は退去することになったが、今もゴーストタウンに住み続けている人がいるそうです。サイレントヒルというゲームのモデルにもなりました。夕立の雨が大粒の理由とは。夕立になる雲は普通の雲より多くの電気を浴びています。雨同士が電気によって惹かれ合うことで大粒になっていきます。一箇所に集中的に雨が降るものもこのためです。本物の硫黄温泉かどうかを見極める方法です。それはシルバーアクセサリーをお湯につけてみることです。黒く変色したら硫黄は本物です。源泉の湯量を確認するのも大切です。あまりに湯量が少ない場合は水道水を大量に加えてかさ増しをしています。ちなみに温泉の硫黄の匂いの正体は、硫黄は本来は無臭なので、硫黄の匂いというのは正確ではありません。匂いの正体は硫黄と水素によって変化した硫化水素の匂いです。砂漠で一番多い死因とは。普段は雨が降ることがない砂漠ですが、数年に一度大雨が降ることがあります。砂漠は砂部分よりも岩が多く、雨が降ると水がたまりやすくなります。砂漠を移動する際は歩きやすい平坦な部分を歩きますが、この部分に水が流れていき、逃げ遅れて溺死してしまうことがあります。実際に死因で多いのは溺死ではありませんが、大量の大雨が降った場合は溺死することが砂漠でもあります。エベレストに登るときの義務とは。実は下山の際に8キロ分のゴミを持ち帰らなければいけません。エベレストは登山者が増え、多くのゴミが捨てられるようになってしまいました。そこでゴミを捨てていないか判断するために、下山の際にゴミの量を測ることになりました。世界一の山より世界2位の山 K2 の方が比べ物にならないほど危険なのです。 K2
K2 に登山できたのはわずか306人で、失敗して亡くなったのが81人です。エベレストと比べるとはるかに難易度が高く、えげつない山です。世界一のエベレストに登る方がよっぽど簡単なのです。宇宙飛行士の給料とは、宇宙飛行士の給料は大卒35歳で月給36万円程度です。これは手取りではありません。宇宙飛行士になるためには難関試験を突破し、知力、体力、精神力すべて優れていなければなりません。世界でもトップクラスの人間がなれる職業なんです。宇宙飛行士を志す人はほとんどが給料が目的ではないのかもしれません。隕石の所有権は地面に埋まっていれば土地の持ち主になります。日本では隕石が落ちてきた時の所有権は地面に埋まっていればその土地の所有者、埋まってなければ最初に見つけた人のものになります。隕石はオークションで数億円で取引されたりもします。高いものだと1グラムあたり1万円以上の隕石もあります。隕石の値段には幅があり、数百円でも購入できます。ちなみに世界には隕石ハンターという職業があり、隕石の情報を集め、現地で金属探知機で隕石を探し出して生計を立てている人もおります。ジーンズはなぜ青色なのか。ジーンズはなぜ青色に染められているのかというと、アメリカのゴールドラッシュ時に作業に適したジーンズが広まりました。当時ガラガラヘビや毒虫が多く、被害に遭うこともありました。そこでガラガラヘビが嫌がると言われる青色に染めるようになり、青色が定着して今に至ります。ルイ・ヴィトンのマークは日本の家紋が元になっております。ルイ・ヴィトンの丸に星があるマークは薩摩藩島津家の家紋に影響を受けて作られたものです。1867年のパリ万国博覧会で出展物の中に薩摩藩島津家の家紋がついた作品が出品されており、それをデザイナーが見て影響を受けたそうです。人が住まない家がダメになる理由とは、家は人が住まないようになると数年で荒れ果ててしまいます。それは人の出入りがなくなり、空気の循環がなくなり、埃や湿気がたまるようになるためです。建物に湿気は厳禁なんです。カビが発生して木材が傷んでいくので廃墟が進んでいきます。ドアを1日数回開け閉めするだけでも違います。特に木造建築の家は人が住まなくなるとすぐに荒れていきます。今後空き家が増えていくので管理が大変になっていきます。空き家にしておくより
人に安く貸した方がお得なのかもしれません。電信柱の中身は空洞。電信柱を製造する際に遠心力を使い、あの柱を作っています。空洞にすることで軽量化することができて、十分な強度を保つことができます。東日本大震災の時に私は電信柱を見ましたが、まるで竹がしなるようにものすごい勢いでしなりながら揺れておりました。あれを見ると納得です。大正天皇は隕石で作られた刀、流星刀を持っておりました。大正天皇はポケットマネーで済生会病院を作りました。初の携帯電話とは、1979年に発売された移動電話という自動車に取り付ける電話が発売されました。人が持ち運ぶのは大きすぎて、自動車に取り付けるのがやっとでした。料金はといいますと、契約料が20万円、加入料は8万3000円、月額基本料金は3万円、通話料は1分につき約92円です。東京都内のみ通話可能というものでした。主に企業の社長などに使われておりました。タクシーの料金アップの瞬間がわかる。タクシーのメーターには横棒またはランプが3つ表示されていますが、この横棒またはランプがすべて消えると料金が加算されます。料金を安く済ませるタイミング、降りるタイミングの目安になります。ジャンボジェット機の燃費は1リットルあたり60メートルです。運航条件によって燃費は変わります。ただ同じ距離で同じ人数をバスで運ぶよりも燃費は良く効率的です。今企業物価指数がかなり上がっております。右肩上がりです。それに対しまして、消費者物価指数は低いままの横ばいなんです。原油の高騰で輸入の物価が上がっております。日本はほぼ輸入に頼っております。輸入物価が上がるということは、物を作るときも原材料が高騰して以前の倍になってしまっておりますけれども、消費者に売るときは売り値はあまり変えておりません。それを意味しているんですね。原価必要経費は倍になり、売るときは値段があまり上げられない。こうなると企業さんはその分を自己負担という形で自分らで我慢するしかないんです。そこが問題なんです。マフィアはどうやって死体を処理しているのか。豚を使います。骨も食べてくれるので証拠が残りません。他
他には死体を強力な酸で骨ごと溶かしてしまう方法があります。他にお手頃な方法として、船で沖まで出て体に重りをつけてそのまま海に捨てます。TikTok は詐欺集団に狙われている。 TikTok をやっている方はわかると思いますが、いろんなチャンネルで同じ動画を何本も見ることがあります。これは詐欺グループが作っているんですね。いくつもアカウントを持っております。そして必ず美女が出てきます。必ずコメントをしてきます。 LINE を教えていただけませんかと。これはもう詐欺グループと言って間違いないです。 LINE は教えてはいけません。返答もしない方がいいと思います。完全無視してください。売春の斡旋、風俗関係の業者もかなり多いです。ええ、つつもたせもいますね。気をつけてください。このチャンネルでは何ヶ月か前に仮想通貨にこれから気をつけましょうという動画を出しました。今仮想通貨詐欺が横行しております。これから気をつけること、子供の給付金詐欺、18歳以下のお子さんをお持ちの方はこれからお子さんに給付金が国から出るかもしれません。そして電話がかかってきます。国はいちいち電話などかけてきませんので、返答もせず何も喋らずに電話をお切りください。全人類の貯蓄額は約3000兆円です。その中で日本人の貯蓄額は 46% の約1400兆円です。その多くが高齢者が持っている貯金です。経済を回すためにも貯め込まずに使ってほしいものです。事故物件を調べる方法。大島テルというサイトを使うと全国の事故物件を調べることができます。日本地図が出てきますので、調べたい地域の火のマークをチェックすると起こった事件の詳細を知ることができます。資金を多く返還してもらう方法です。賃貸で退出する際に修繕費が請求されますが、家賃には通常の使い方をした場合の消耗費用は含まれています。また、壁紙やその他設備も年数が経過することで価値が下がります。破損してしまった場合でも現状の価値で保証することになります。質の悪い業者や個人で貸している場合です。新品と同じ額で請求される場合があります。請求額があまりに多い場合は一つ一つの単価が記載された明細書をもらうようにしましょう。現状回復をめぐるトラブルとガイドラインというものを国で作成しているもので、納得がいかなければこのガイドラインをもとに金額を出すようにしてもらいましょう。ほとんどの業者が
現状回復をめぐるトラブルとガイドラインのことを話すと値引きをしてくれます。納得いかなければ払わず裁判をするといいでしょう。現在判例は現状回復をめぐるトラブルとガイドラインをもとに行っているので負けることはありません。業者も裁判中は部屋を現状維持しなければならないので部屋を貸せなくなるので裁判をせずとも大体割り引いてくれます。